フィギュアスケート近畿選手権が1日最終日を迎え女子フリーが行われました昨季の全日本選手権6位の吉田比奈選手が「SP2 位から逆転優勝する」をイメージさせるプログラム冒頭のトリプルアクセルは転倒したがその後は切り替えて演技ダブルアクセル3回転トループなどを希望にさせて フリー117.72点の合計174.83点となった。演技自体は反省するところがいっぱい。ジャンプやステップの完成度には満足しなかったが、20日に開幕するグランプリシリーズ、第一戦スケートアメリカに向けて、直すところは見つかったので、2週間本気で追い込みたい。シニアデビューして初めての GP シリーズは、同い年で所属も同じ専用100音と向かう。目標は、 自己ベスト更新。百音ちゃんと一緒に追い込んでいきたい、と話していた。2位の千葉百音と木下アカデミーは160.88点。吉田選手に逆転され2位に終わった。千葉百音選手、木下アカデミーは、ダブルアクセル、3回転トーループで転倒し、3回転ルッツでは木氷が乱れるなど、ジャンプでミスが重なりました。9月のオータム、クラシックで、 伝部を負傷していたことを明かし、なかなか本調子に持っていくことができずに、今回の本番を迎えてしまった、とコンディションが万全ではない中の演技だった、GP シリーズ第一戦スケートアメリカ出場が決まっていますが、今回、こういう残念な、自分の中ですごく悔しい演技をしてしまったからには、もう本当に、スケートアメリカこそ失敗は許されないと思う。しっかり覚悟を決めて臨みたい。 引き締めた伝部を強打の影響があったのかジャンプがことごとく決まらず残念な試合になってしまいました今回近畿選手権ではジュニアをはじめ上位を接見している木下アカデミーですが千葉選手に限って言うとここのところ回転不足が目立ちますそこのところが若干心配ではありますね何はともあれまずはしっかり直していきましょう 3位には木下アカデミーの清水先衣選手が158.56点で食い込んでおります。